はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、こちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、空攻めにおけるロイヤルチャンピオンの効果的な使い方というところでですね、お話をさせてほしいなというふうに思ってます。で、本日合計4本動画見てもらいたいんですけども、まずはですね、メインのところに行く前に、その比較対象として、これをちょっとね、見てほしいなというふうに思います。今回の、テーマになってくるのは、空攻めなんですけども、ラバルも出てくれば、ドラゴンも出てきます。ただ、どちらにも共通して言えるのは、高根式っていう、序盤の入り方をするんですね。何かっていうと、これ突撃艦に、ライドラとバルーンを積んで、ここですね、ここを狙っていくんですね。ある一区画を。ここで突撃艦を弾くと同時に、クローンで、レイジをかけていって、一気にこの周辺を破壊していきます。この方法を、俗に赤根式という言い方をするんですけども、これのですね、中にロイヤルチャンピオンをどう混ぜ込むかっていうところで、めちゃくちゃですね、この赤根式パートのその破壊の規模が変わるんですね。で、これはちょっと変わるなんていうレベルじゃなくて、もう本当に別次元ぐらいに変わるんですよ。それを見てほしいんで、まずは、通常の赤根式、どれぐらい削るのっていうところをですね、ちょっとお話ししていきたいというふうに思うんですけども、さあ、ちょっとですね、見逃した方もいるかもしれませんので、少し解説していきますね。ここ、今、ライドラーとバルーンたちで、クローンかけながら一気に潰しましたよね。この辺までこう潰れたと思います。で、その時のこの破壊率っていうのが大体、10% ぐらいだったわけですね。ちょっと見逃した方もいるかもしれませんが、10% ぐらいでした。で、通常このライドラバルーンを突撃艦に入れて、クローンレジドーンとかけると、10% から多くて16% とかそれぐらいの破壊率になるわけですよね。施設の数的にそれぐらい壊せるわけなんですけども、ちょっとね、この数を覚えておいてください。今回10ですが、10から16ぐらいかな。それぐらいというイメージで考えておいてほしいと思います。この破壊の規模がものすごいんです、ロイちゃん混ぜると。っていうところなんですけども、せっかくなんでね、今回見てもらってるこのアタックも相当レベルが高いです。テンプレ配置に対してかなり綺麗に全開取っていってるんで、それはそれでですね、ちょっとぜひ見てほしいなというふうに思います。で、せっかく流すんでね、これも解説していきたいと思うんですけども、ここ、さっきの赤根式と言われる方法で潰しましたよね。で、攻め方的にもここをヒーローで潰していきます。ババキンとアーチャークイーンですね。で、ドラゴンたちを、ここからこう流していくんですね、ガツンと。で、こっちからロイヤルチャンピオンを入れていって、この対空砲を落とすと。そんなようなプランニングになってます。で、この方法って、思いのほかですね、めちゃくちゃすごい刺さっているので、こういう配置をもしも対戦で見たら、ぜひこの動画を思い出してほしいなっていうふうに思います。かなりですね、難易度的にはそんなに、高くはないと思います。煮干しからの全開の延長を狙えるっていう意味では、かなり、プランとしては優秀かなというふうに思いますね。で、一つ、一つというか、結構、そこがもしかしたら難しいよって話なんですけど、ポイントを言うと、今回このディディさんですね、攻めてるディディさん。フリーズの呪文3個積んでるんですね。で、これの使いどころっていうのが、ここっていう風にしっかり決まっているわけではないんですよ。配置もう一回見てもらうとわかるんですが、シングルインフェルノタワー3本ある上に、対空砲も結構ドラゴンで折るような格好になっちゃってるわけです。2本ぐらい折っていくのかな。そうすると、フリーズをかける場所っていうのを適宜こう、その場その場で判断していかなきゃいけない。今回のリリーさんの、かけた場所っていうのを、もう一回見直してもらって、それを参考にするのは大いにありだと思うんですけども、ご本人曰くですね、今回の攻め方っていうのは、この取り方はもう、すでにテンプレなんで分かってましたと。なんですけども、フリーズをかける字っていうのを結構、日々ですね、レジェンドリーグをこう回しながら、フリーズの使い場所っていうのをこう自分のその体に染み込ませているので、それを使って多少のアレンジを加えているところはありますという話でしたんで、もしかするとですね、急にこの攻めを一回やって、うまく同じように引くかって言ったら、そうではないかもしれません。なんでね、もしもこの攻め方って取ろうと思った場合に、2、3回ぐらい仲間にお願いしてフレンドリーチャレンジで練習してからのがいいかもしれないですね。ただ、これぐらい余裕を持って展開できる、その攻め方ではあるという意味で、このテンプレ配置の取り方というところでね、一つ覚えておいてもらうと、なお、この動画を見てもらって意味があるかなというふうに思いますので、そこも、お話ししておきたいと思います。ただ、メインテーマは一番最初の突撃艦ライドラバルーンパートです。あれで10から 16% ぐらいの破壊率を取っていくというところを、ご記憶いただいた上で、これを見てほしいというところですね。さあ、このアタックちょっとですね、中身に入る前に、ここを潰していきます。ここなんですね。ここに突撃艦プラスロイヤルチャンピオンを突っ込んでいくわけなんですけども、
ですね、ちょっとね、序盤はここに入る前にタウンホールの方を壊していくんで、まあ、そこをちょっと先に流してみていきましょうか。まあ、これもですね、結構、まあ、参考になるかもしれないですね。こういうタウンホール外系の村って、まあ、それなりに多いので、しかもこれ、投石機2個に加えて、クロスボウ、まあ、3機と、ヒーローも全部ここにね、こう固まっている、ものすごい高火力配置なんですが、考え方としては、アイスゴーレムを倒されたら出す、倒されたら出すっていう具合に、こうしていくことによって、アイスゴーレム3体いっぺんに出すと、全部いっぺんにこう倒されてた場合に、このフリーズ時間がその重複して無駄になっちゃうんですね。そうしないように時間差をかけることによって、アイスゴーレムのフリーズ時間っていうのを、ね、3体でフリーズさせられる最大時間までこう伸ばしていこうという考え方ですね。ちなみに、今回多分これミスですね。アイチャークイーンここに今いますけども、じゃなくて、多分このロイヤルチャンピオンの方にこれ流したかったんでしょうね。まあ、そこはちょっと多分、マシンさん、誤算があったかもしれませんが、さあ、ですね、メインパート始まりました。ここですね、まずジャイで、アチャ島のターゲットを取ってからの、これ、対空砲1本ロイちゃんで削りましたね。で、これを削ったところを見てからですね、後ろから突撃艦を入れていくんですね。これ初見です。で、さらにこの突撃艦が、このイーグル砲対空砲区間まで届くんですね。届いていって、ここでレイジからのクローンを使わないんですね。レイジだけなんですよ。で、このライトニングドラゴンがアチャ島とかのターゲットを取ってくれている間に、ロイヤルチャンピオンと一緒になって周りの施設をなぎ倒していくわけですね。で、これですね、今結果的に見てもらうと、ここ全部丸々潰しましたよね。この辺ガツッと。破壊率的には多分6% かそれぐらい、まあ、20% ぐらい壊したんじゃないかなっていうふうに思いますけども、これ壊した、パーセンテージもさることながら、このものすごい火力が密集してそのところを平然と壊していくっていうところなんですね。で、ちょっとですね、これ動画流しながら見ていきましょう。話をしていきましょうかね。ここから先のもうラパル回しに関しては、あんまりこうですね、あれこれと喋るところがないので、まあ、メインはあくまでここの6時側のですね、ロイヤルチャンピオンとライドラバルーンパートの、潰し方というところで考えてほしいんですけども、ですね、これロイヤルチャンピオンと、ライトニングドラゴンの相性っていうのがこの攻めを見て改めて思ったけど、めちゃくちゃいいと思うんですね。何がいいかっていうと、ライトニングドラゴンが出てくることによって、突撃艦バルーンも、まあ、そこに加わることによって、ロイヤルチャンピオンのダメージっていうのがまず第一に軽減されますよね。で、軽減されるので、ロイヤルチャンピオンが、まあ、多少この壁の中でも長生きするというところに加えて、ライトニングドラゴンのチェーンライトニング、これって、いろんな施設にドロドロッとこう刺さるじゃないですか。で、刺さっていって、HP が落ちた防衛施設をロイヤルチャンピオンがスムーズに壊していけるわけですよ。嫌なのが、このロイヤルチャンピオンが、HP の高い防衛施設にこう捕まってしまっているうちに、周知砲火を受けてやられちゃうっていうケース。こういうふうに短期で出すと結構それが起こり得るんですけども、ライドラのチェーンが入っていること、さらにライトニングドラゴンが一定のターゲットを集めてくれていることによって、このロイヤルチャンピオンがスムーズに2、3発で防衛施設をどんどん壊しながら先に進むわけですね。それは、繰り返しますけども、ライドラのチェーンが入って HP 削れてるからです。で、さらにロイヤルチャンピオンが HP が落ちたところで使う、ホーミングシールド、これ4体の防衛施設にダメージ与えていますよね。で、この4体に与えた時に結構、ホーミングシールドだけでは壊せない防衛施設って結構多いんですよね。アチャ島ぐらいじゃないかと思います。あと、対空砲ぐらいかな。で、それを、事前にライドラのチェーンで削っておくことによって、一気にホーミングシールドを使った瞬間にダダダッと周りの防衛施設をまとめて壊すことができる。つまり、ロイヤルチャンピオンを最大限伸ばすのに、非常にいいそのサポート的な役割っていうのをライドラがしてくれるわけなんですね。これがめちゃくちゃ、相性の良さ、ここに繋がっていると思います。そうすることによって今回の攻めで言えば、ここ丸々潰しちゃったので、もう完全にラバルのルートがこう出来上がっちゃってるんですよね。こんな風にもう流れていけるじゃないですか。このね、破壊の仕方、しかもこれを初見でできるっていう、なので、その、多少のリスクはあったにせよですね、今みたいに、ロイヤルチャンピオンと、その、ライトニングドラゴンプラスマ突撃艦のこのコンビネーションっていうのを、ある一定区画にちゃんと刺していければ、これぐらいの戦果が上げれるってことなんですね。まあ、気をつけなきゃいけないのは、投石機とか、クロスボウの対地とかがあったりすると、ロイヤルチャンピオンがターゲットを取られたまんま、ずっとそこで撃たれ続けて、ライトニングドラゴンにターゲットが映らない、ないしは撃つったとしても、ロイヤルチャンピオンにその陸のクロスボウとかのダメージが集中しちゃうっていうケースはあると思います。こういう場合、よく注意する必要はあるんですが、今回みた
たいにクロスボウの陸が、この周辺にないっていう場合にはこの攻め方めちゃくちゃ刺さると思うんで、ぜひね試してみてもらえたらなというふうに思います。で、ちょっとこんな人はね問題ないと思うんで、あともう2本見てほしいものがあります。で、次はですね関西クラクラクラブの、攻めからですねちょっとご覧いただきたいんで、一旦、そちらに移りたいと思います。はい、ではこちらですね。これ、ですね、JWC で、こちら、アンベイローさんが、攻めてくださったですね。まあ、我々からすれば防衛側のリプレイになってくるんですけども、今と同じような形でですね、突撃艦プラス、ロイヤルチャンピオンで、ここを一気に削っていくんですね。ちょっとですね、これは先ほどのアマシンさんのに比べて少し、攻め方が違います。見てほしいんですが、まずはライドラクローンレイジで一気にこの周辺を削っていきますね。で、削っていって、でチェーンでダメージを入れたところにですねロイちゃんをここから出していくんですね。今回は、ジャイアントでターゲットを取ったりしてませんが、チェーンが入ってるおかげでこれ今見ました、一気にですよ、ホーミングシールでこのシングルインフェルノも含めて全部投げ倒してきましたよね。こうなってきちゃうともうものすごい削りが入ってるのが分かると思います。まあ、この後のこのシングルインフェルノで当然ロイちゃんを落とされるんですが、もうすでにこのタイミングで突撃艦プラスの赤根式か赤根式プラスのロイちゃんでこう削れちゃってますんで、もうドラゴンのルートがこう見えますよね。完全にこっちからこれを入れてきちゃうんですよ。ガツッとこういう感じでですね入ってきます。あー、これやっぱりですね、空を使う場合には突撃艦の、まあ、ライドラバルーン、まあそのクローンは使うか使わないかはその場その場の判断でもいいかもしれません。使えば当然伸びるんですけども、さっきの1本目アマシンさんが2あと2本目かアマシンさんが攻めた場合にはあれクローン使わなくてもあのぐらい伸びるじゃないですか。まあ、そうすると呪文を、ね、ドラゴンパートとかあとまあラバルパートにこう振り分けることができるので、まあ、そこはですね、まあ、状況見ながら試してみてもらえたらというふうに思うんですけども、どっちが正解っていうのはもう一概には言えないと思います。ただもうこれだけ削りが入ったことによってこのドラゴンが中心部のこの集まり方レイジに全部乗っかっている上にもうグランドウォールのトームに全て入ってもうこれでもないぐらいにもう暴れまくってますよね。もうこうなってきてしまうともう止めようがない状態になってくるわけで、やっぱりですね陸のクロスボウなんかが多い配置ないしはシングルインフェルノが少ない配置なんていうのがドラゴンすごい刺さるし、でそういった配置に対してこういうですね赤根式その突撃艦ライドラバルーンに、ロイヤルチャンピオンを混ぜ込むっていう考え方ですよね。これをすることによってもう伸び方が桁違いになるということをぜひですね覚えておいてもらいたいと思います。なんでこれが使えそうだなっていうような配置を見つけた場合にはもうぜひですね空攻めっていうのを選択肢に入れたらいいと思います。で、まあ、イーグル砲をやっぱり折るっていうのは一つ重要なポイントですね。全開につながる仕事をさせるには、序盤でイーグル砲を折っておく必要があるっていうのはまあ定石なんですけども、それを、突撃艦のその赤根式、プラスロイヤルチャンピオンでできるかどうか、でそこの絵が描けるかどうかがこの攻め方をこの戦術を使うかどうかの、まあ、大きな分かれ目になってくるんじゃないのかなと、まあ、いうふうに個人的には思います。でイーグル砲プラスそのインフェルノタワーとか、対空砲とか主要施設、まあ、エアスイーパーもそうですね、この辺が折れるというふうに判断できる場合にはぜひですねこの方法を試してみてもらえたらなというふうに思います。まあ、今回で言えばやっぱりその壊した主要施設、アンベイロンさんはこのイーグル砲とアーチャークイーンと対空砲2本プラスの、インフェルノタワーですよね、この辺を根こそぎ壊すことができちゃったんで、まあ、こうなってきちゃうとやっぱりソラーの防衛が弱くなると言わざるを得ないですよね。で、まあ、エアスイーパーも今回こっちにこう向いている格好になってるんで、やっぱりドラゴンがこっちから入ってきちゃうと、エアスイーパーの影響も受けずにかなりスムーズに進むと、まあ、いう絵が描けますね。これを一つパターンとして覚えておいてもいいかもしれませんね。では、本日最後の動画はこちらになります。ご覧ください。こちらですね、どんな形で撮っていくかっていうと、まあ、これも突撃艦ライドラバルーンから、ドラゴンラッシュという格好にはなるんですが、まずですねここのところっていうのを突撃艦ライドラバルーンで潰していくんですね。で、それだけでですね、イーグル砲がちょっと残ってしまうんですね。この対空砲とイーグル砲が残っていて、まあ、しまうわけなんですけども、それを後々の、ロイヤルチャンピオンで刺していくと、まあ、いう格好になります。で今回この、ライドラバルーンパートによって出来上がったルートっていうのが、まあ、こんな風な格好になってるんですね、こんな風な感じ
でさらにここをライドラで、順次方面削りを入れていきますので、もう少しドラゴンのルートは限定されてもこんな風な感じになっていきますね。末広がりになっているのが分かると思います。ただここの部分ですね、ここの部分っていうのを、ロイヤルチャンピオンを使って削っていくという格好になりますんで、ちょっとねそれが終盤の方に来ますから、その時また話をしたいと思います。さあドラゴンパートが出てきて、ここはドラゴンパートまず集中ですね、シングルインフェルノ対空砲、ここに、タウンホールがあると、ギガインフェルノがあるというところなんで、しっかりグランドウォーデン、さらにレイジの呪文を使いながらドラゴンの体力管理をしていきますね。でここですね、一時方面に今、ババキンとアーチャークイーンが出てきてますけども、これも定石ですね。突撃艦ライドラバルーンで口方面ここを削っていっているので、しっかりですね残りの反対側のここに関してはババキンとアチャクイで削っていくことによってドラゴンのルートを限定すると、まあ、いう感じですね。こんな感じになってます。で今出てきましたねロイヤルチャンピオンが、さあ6時側から出てきました。これ注目していきたいんですけども、このロイヤルチャンピオンがですね、しっかりとこの対空砲、さらにはイーグル砲までこう破壊をしていってくれるわけですね。ホーミングシールドを打って、嫌だった、防衛施設を削りながら体力を回復、その後はもうドラゴン対象と一緒になってイーグル砲対空砲を削っていくという流れですね。でこうすることによって、上方面、まあ、この辺にいるですねドラゴンたちに対してルートの限定っていうのをしてるわけですね。こっちからこう膨らんでしまうところをあえてロイちゃんで削ることにより、ドラゴンたちがしっかりとこの狭いルート、ここを通っていけるようにしているという格好ですね。それをしながら、さらに、怖かった対空、砲とイーグル砲まで壊していくという、まあ、この仕事のさせ方で、これがなんで成立するかっていうところに関して言うと、ここですね、まずここをしっかりと赤根式、まあ、その突撃艦ライドラバルーンで壊してますよね。なんでここから出てきた、ロイヤルチャンピオンがここに入っていった際に、この9時側のこの区画から横打ちですね、ダメージをこう受けることがないわけですよね。正面の防衛施設だけこうロイヤルチャンピオンが向かってその相対するような格好を序盤に作れているので、だから終盤ここからですねロイヤルチャンピオンを入れることができるわけですね。もしもう序盤にこれやっちゃうと、この辺の施設からみんなこうターゲットを取られてロイヤルチャンピオンはあっさりやられちゃいます。なんで序盤にここをまず削っておいてからのロイヤルチャンピオン、この順番ですよね。これがやっぱりあのさっきのですね3本目に攻めていった、アタックでもありましたけども、重要なことです。なんで突撃艦のライドラバルーンとロイヤルチャンピオンを合わせると一言で言ってもですね、この順番っていうのはその最初のアマシンさんのアタック、まあ、2本目ですね、今回の本日の2本目ではまずはロイヤルチャンピオンを出して、外側を削ってから中心に突撃艦を投げ込み、そこでライドラたちにターゲットを取らせるっていう順番でした。でも今回の3本目4本目に関しては最初は赤根式で、1区画を削って横打ちされないところからロイヤルチャンピオンを出していく、さらにライトのチェーンが入っているのでなおさら、イージーにですねロイヤルチャンピオンが削りをしながら前に進める、まあ、この状況を作っていくわけですね。こういうことができるかどうかっていう判断が一つ、今後ですね空攻めを選択肢に入れるかどうかっていうその決定をするための、まあ、判断材料になると思うんで、ぜひですね、この序盤の入り方ないし、まあ、序盤から中盤にかけての、突破兵器とロイヤルチャンピオンの使い方、できるかどうかですね、ここのところやって、まあ、戦果があるかどうかも当然あるんですけども、そこのところをですねぜひ、注目着眼しながら、陸が厳しいなと思った場合ないしは、空がいけるなっていう風な判断ができる場合にもですね、使っていく、まあ、その決定打にしてもらったらいいんじゃないかなという風に思います。まあ、これからですね、アップデートが入ってきて、やっぱりスーパーユニットが全部陸になっていることもあり、だいぶですね陸の防衛がなおさらこうきつくなると思うんですよね。まあ、そうした時にやっぱり空って穴になってくるし、陸変調がさらに進んだその新しい環境の中で一手ですね空攻めの、パターンを持っていくっていうのは非常に有効だと思うんで、ぜひですね、今回の動画参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。またですね、TH コンプリーターさん、関西クラクラクラブにもぜひ皆さん、対戦好きの方は遊びに来てくれたら嬉しいです。では皆さん、本日はこの辺で終わりにします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。